すごい。あはそうですね、しばらく来るとここから電車も発車してしまって、ここはですね、昭和56年にですね、この引き上げ線をですね、8両編成から12両編成対応するための工事をした時に一緒にできた施設でございます。まあ、主に、ゴミの運搬や、資材の搬入などに、使用しております。普段は降りられないところとですね、見られない景色というのをですね、思う存分楽しんでいただいてですね、ぜひまた実施したいなというふうに思っております。